召し上がってみてください。もちろんっすよ。まずはこれからと。まあなかなかうまいんじゃねえの。うまいよ、かなりうまい。でもなんかよくわかんねえんだけどよ、味があんまりしねえよこのチーズ。違う違う、トマトと一緒に口の中に入れるんです。何？トマトと一緒に？外国の食い物は所詮な、大抵日本人と味覚が違うんだよな。はん、うまい。さっぱりとしたチーズにトマトのジューシーな部分が絡みつくうまさだ。チーズがトマトを、トマトがチーズを引き立てるハーモニーっつうんすか、味の調和っつうんすか。例えるならサーモンとガーファンクルのデュエット、ウッチャに対するナンちゃん、高森浅尾の原作に対する千葉哲也の明日のジョーつう感じですよ。喜んでいただいてこの上ないです。おい、おかせ、ちょいと俺にも食わせてくれ。やだよ、やだ。おめえも注文すりゃいいじゃんかよ。絶対やだもんね。仮に餓死寸前にだってた、やって、やった、絶対やだもんね。ちょっと、くー、うまい。生まれてきてよかった、おっかさん。くそ、ケチくせやろうとは思っていたが、これほどだったとは。たまんねえな。しょうがない、俺も一皿注文するよ。オーカピーター、注文しろよ。よしよし、いい食べっぷりだぞ。メインディッシュ、子羊背肉のリンゴソースかけは成功のようだな。何？ん？そこで何をしている？見たな！お前、覗き見に入ってきたというわけで。来ません、覚悟してもらいます。なんでてめえなんかに、ただじゃおかねえって言われなきゃなんねえんだ。こら、俺のセリフだ。てめえ、その料理で何をしようってんだ。おくやせ、おめえ何食ってんだ。我慢できねえ、腹が痛いけど食わずにはいられねえ。リンゴソースの甘酸っぱさと子羊の肉汁が喉を通るたびに幸せを感じる。こんな味がこの世にあったとは。その肉は食えな、おくやせ。幸せだ、幸せの繰り返しだよ。うまい。内臓が、俺の腹が、あかあか、ぐわー、ぶわー、ただじゃ起きません。てめえ、ここでは石鹸で手を洗いなさい。許せない、断りなく調理場に入ってきたのは許せない。あなた、調理場は清潔でなくてはいけないのですよ。石鹸、手を洗えだと。おい、ジョースケ、腸の具合がすっきりしてよ、急に満腹感で満たされてきたぜ。え、下痢気味だった腹が治った。それは良かったですね。私はお客様に料理を楽しんでいただいて、そして快適になっていただくことが最高の喜びで最大の幸せです。あ、子犬が。デザートはプリン？け、俺は不良だよ。プリンなんてちゃんちゃらおかしくて。うまい、やっぱり天才だ。俺はあんたのような料理人のいるこの森を常に住んでいることを誇りに思うよ。ああ、
喜んでもらえたようですね。あなた手が止まってますよ。情けねえ。水虫が治った。またのご来店お待ちしてます。グラッツ。ごちそうさま。お前の名前はキラ・ヨシカゲだ。キラ・ヨシカゲ、それがお前の本名だ。私の免許証、いつの間に私の財布を抜き取った。このちっぽけなクソガキが。カフェで弁償したって言っただろ。その時ちょいとひらめいたんだよ。だから何なのだ。私の名前が分かったからどうだというのだ。お前はこれから消されるのだ。はあ、確かにこれからお前は僕を殺す。でもね、こんな僕にさえあんたの名前が分かったんだ。あんたは大したやつじゃないのさ。今は逃げられるかもしれない。でもどう思う。こんなちっぽけなクソガキに簡単に名前がバレてしまったんだぜ。もう一回言うぞ。ちっぽけなクソガキにバレたんだ。お前はバカ丸出しだ。あの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ。いやろクソったれが。なんだこの敗北感は。第一の爆弾。光一君、君は精神的にはその男に勝っていたぞ。何？曲げたな。まさかその傷で立ち上がってくるとはな。しかしあのまま寝ていた方が幸福だったのにな。その傷穴から向こう側の景色が見えそうだぞ。いい時計だな。うん、だがもう時間が見れないように叩き壊してやるぞ。貴様の顔面の方をな。なかなか面白そうなやつだな。君の名前とかいろいろ知りたいところだが、ここを立ち去らねばならんのだよ。あと20秒しかない。無駄話をしている暇はもうないんだ。今の君のスタンドだが、すごくパワーが弱かったぞ。ピッチャーフライ取るみたいに簡単に受け止められた。そんなに弱ってて私のキラークイーンのパワーに勝てるとでも思っているのかね。おら！は、早い！なんだこの速さは。よく見たら、やれやれ趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないから。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。おら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 。こいつのスタンド、時間でも止められたみたいに早すぎる。おら！光一君、君がいなければ俺は死んでいたな。よくたった一人で孤独に戦ったと思うよ。尊敬するぜ光一君。成長したな。顔はクレイジーダイヤモンド。あいつの。
ジョウスケ、彼女に触るな。そこを離れろ。あいつの顔は寝ろ。そのドアの向こう側だ。逃がすかってね。これは帰宅時間こんなにドイツだ。キラヨシカゲはドイツになったんだ。キラヨシカゲ卑怯だぞ。出てこい。逃げ切りやがった。やつは怯えもしなければ隠れもしない。この毛陵町から出もしない。この町で今まで通り生活する。辻谷屋死亡。吉良義景顔も名前も住所も別人となる。死にたいのか。あいつを引き込めば、あいつを差し出せば、本当に僕の命は助けてくれるのか。ああ約束するよ。奴の養分と引き換えのギブアンドテイクだ。呼べよ、早く呼べ。だが断る。何？この岸辺露伴が最も好きなことの一つは、自分で強いと思ってるやつにノーと断ってやることだ。逃げろジョスケ。この部屋に入ったら勝ち目はない。殺されるぞ貴様。逃げろって言われてよ、この俺が逃げると思うんすか。打ちのめしてやりますよ。どこにいるんすか、隠れている野郎よ。なんてことをするんだ東方丈介。危機を教えてやったのに。必ず僕の考えていることと逆のことをする。だからお前のことが嫌いなんだ。だからお前のことがムカつくんだよ。襲われるぞ。奴はもうお前の匂いを覚えた。やった、飛んだぞ。ヘブンズドア。ジョウスケ、もはやハイウェイスターはお前を60キロでどこまでも追っていく。本体を探せ。本体を倒すしかお前の助かる道はない。貴様うるさいんだよこのバカが。モハン。まさかこんな怪我人をぶちのめすなんてそんな卑怯なことはしねえよな。そら男のやることじゃねえよな。そうだ卑怯だぞ。なるほどな。確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだな。心の痛むこと。そうだろ、こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぞ。だと思ってよ、おめえをすでに直しといた。動けるかい。動けるだろう。怪我はすっかり治っただろう。治っている。そう、一旦おめえを治せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。ああ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 。ああ、ああああ。ああああああ。もし再びハイウェイスターを使って怪我の回復を図ろうとしたら、何度でもぶちのめすとジョウスケに念を押され。あー武器ある。はあ、すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。ゆうちゃん。しかし
取り巻きの女の子に看護してもらって、その点は羨ましいやつ。そしてロハンは、東方丈介。あのよ、ロハン先生、いろいろあったけど、俺はその、なぜ僕を直した？え、余計な真似を。貴様に助けられるくらいなら死んだ方がマシだ。大体逃げろと言ったのにみすみす敵の罠に踏み込んでくるとは、この大バカが。な、言っとくが貸し借りはなしだからな。丈介とはやっぱり仲が悪い。ちなみに広瀬光一はあの後犬の散歩に行った。で削り取ったものは一体どこへ行っちまうんだろうってな。ま、俺頭悪いから深く考えると頭痛起きるけどよ。あれ、なんだって。信じられない。奥安さんだ。心臓も呼吸も完全に止まっていたのに。俺変な夢を見たぜ。夢の中で暗闇を歩いてるとよ、光が見えて、俺の死んだ兄貴に会ったんだ。兄貴の慶長さ、どこへ行くんだ奥安って聞くから、俺は兄貴についていくよって。だって兄貴はいつだって頼りになったし、決断には間違いがねえから安心だからな。そしたら兄貴は、お前が決めろって言うんだよ。奥安、行き先を決めるのはお前だってな。俺はちょっと考えてよ、森王朝に行くって答えたら目が覚めたんだ。とても寂しい夢だったよ。奥安、てめえこんな時にのんきして夢なんか見てんじゃねえぜ。お、その悪態のつきぶり、その傷の割にはよ、結構大丈夫そうじゃねえか。あやかましい。生きてんならよ、さっさと目を覚ませ。これバカな、運命はこの吉良義景に味方しているはずなのに、チャンスは私に訪れたはずなのに。キャット、もう一段食らわせろ。なに、おっとおっとおっと、やった、これであいつは、キラはもう空気弾を使っての爆破は封じられた。この私が、このキラ吉影が切り抜けられなかったトラブルなど一度なってないんだ。ほら、丈太郎さん、今の大きな音はあの家からですよ。どうしたんだろう、ガス爆発かな。見てください、あの人怪我している。君と奥安君もいるぞ。あの小僧は写真の川尻隼人、そしてあの男は川尻光作だ。どうやら話が見えてきたようだ。ここで時を止めても奴までは遠すぎる。
スイッチを押させるな。いや限界だ、押すね、今だ。アクト3、スリーフリーズ。射程距離5メートルに到達しました。 SHIT。ザ・ワード。高一君、君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えた。本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ間に合ったぜ。時は動き出す。あんた、もう、やった。間に合ったぞ。レミさん、行っちゃうって本当ですか？まだしばらくいてもいいんじゃないですか。この町の守り神がいなくなるって感じだし、あなたがいなくなるなんて僕不安です。ありがとう。でも私たちがこの町ですべきことはもう何もないわ。この町を去る時が来たの。行かなきゃいけないの。それともロハンちゃん、私がいなくなったら寂しいって泣くかしら。バカ言えよ。なぜ僕が寂しがるんだ。君は15年も前にすでに死んでいるんだぜ。前にも言ったが、この世の未練とかなんとか言ってないで、さっさとあの世へ行くってのが正しい幽霊のあり方だってのは変わらない意見なんだぜ。分かったよ。最後だから本心を言ってやる。寂しいよ。僕だって言ってほしくないさ。よ、長介くん、みんな終わったのね、レミさん。ユカコさん、狭間田さんたちまで。お見送りに来ました。みんな死んだ人に言うのもなんだけどよ、元気でな。俺も寂しいよ。あんたは立派な女性じゃ。あなたのおかげで町は救われました。ありがとう光一くん。でもきっとみんなで森王朝を救ったのよ。あんたのことをここにいる誰もが忘れはしないじゃろう。ありがとうみんな。さようならみんな。さようならレミさん。ジョースケとはやっぱり仲が悪い。ちなみに広瀬光一はあの後犬の散歩に行った。
様、あなたは、てめえは奥康、いっつもよ不思議に思うんだぜ。俺のこのザ・ハンドで削り取ったものは一体どこへ行っちまうんだろうってな。ま、俺頭悪いから深く考えると頭痛起きるけどよ。あれ、なんだって信じられない、奥康さんだ。心臓も呼吸も完全に止まっていたのに。俺変な夢を見たぜ。夢の中で暗闇を歩いてるとよ、光が見えて、俺の死んだ兄貴に会ったんだ。兄貴の慶長さ、どこへ行くんだ奥康って聞くから、俺は兄貴についていくよって。だって兄貴はいつだって頼りになったし、決断には間違いがねえから安心だからな。そしたら兄貴はお前が決めろって言うんだよ。奥康、行き先を決めるのはお前だってな。俺はちょっと考えてよ、森王朝に行くって答えたら目が覚めたんだ。とても寂しい夢だったよ。奥康、てめえこんな時にのんきして夢なんか見てんじゃねえぜ。お、その悪態のつきぶり、その傷の割にはよ、結構大丈夫そうじゃねえか。やかましい、生きてんならよさっさと目を覚ませ。これバカな、運命はこの嫌い吉影に味方しているはずなのに。スイッチを押させるな。いや限界だ、押すね、今だ。アクト3、スリーフリーズ。射程距離5メートルに到達しました。 SHIT。ザ・ワード、高一君、君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えた、本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ間に合ったぞ。時は動き出す。あんた、おお、やった、間に合ったぞ。レミさん、行っちゃうって本当ですか？まだしばらくいてもいいんじゃないですか。この町の守り神がいなくなるって感じだし、あなたがいなくなるなんて僕不安です。ありがとう。でも私たちがこの町ですべきことはもう何もないわ。この町を去る時が来たの、行かなきゃいけないの。それともロハンちゃん、私がいなくなったら寂しいって泣くかしら。バカ言えよ、なぜ僕が寂しがるんだ。君は15年も前にすでに死んでいるんだぜ。前にも言ったが、この世の未練とかなんとか言ってないで、さっさとあの世へ行くってのが正しい幽霊のあり方だってのは変わらない意見なんだぜ。わかったよ、最後だから本心を言ってやる。寂しいよ、僕だって言ってほしくないさ。よ、長介くん、みんな終わったのね、
レミさん、ユカコさん、狭間田さんたちまで。お見送りに来ました。んだ東方丈介、危機を教えてやったのに必ず僕の考えていることと逆のことをする。だからお前のことが嫌いなんだ。だからお前のことがムカつくんだよ。襲われるぞ。奴はもうお前の匂いを覚えた。やった、食い込んだぞ。ヘブンズドア。ジョウスケ、もはやハイウェイスターはお前を60キロでどこまでも追っていく。本体を探せ。本体を倒すしかお前の助かる道はない。貴様うるさいんだよ、このバカが。モハーン。おい、まさかこんな怪我人をぶちのめすなんてそんな卑怯なことはしねえよな。そりゃ男のやることじゃねえよな。そうだ、卑怯だぞ。なるほどな。確かに怪我人をぶちのめすなんて後味の悪いことだ。とっても男らしくねえことだ。心の痛むこと。そうだろう。こんな俺をぶちのめしたら嫌な気分がずっと残るぜ。だと思ってよ。おめえをすでに直しといた。え？動けるかい。動けるだろう。怪我はすっかり治っただろう。治っている。そう、一旦おめえを治せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。ドラ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 。本並雄也、入院続行。もし再びハイウェイスターを使って怪我の回復を図ろうとしたら何度でもぶちのめすとジョウスケに念を押され。あー、武器ある。はあ、すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。ゆうちゃん。しかし取り巻きの女の子に看護してもらって、その点は羨ましいやつ。そしてロハンは、あ、東方丈介。あのよロハン先生、いろいろあったけど俺はその、なぜ僕を直した。え、余計な真似を。貴様に助けられるくらいなら死んだ方がマシだ。逃げろと言ったのにみすみす敵の罠に踏み込んでくるとはこの大バカが。な、言っとくが貸し借りはなしだからな。ジョウスケとは、あれは僕を殺す。でもね、こんな僕にさえあんたの名前が分かったんだ。あんたは大したやつじゃないのさ。今は逃げられるかもしれない。でもどう思う、こんなちっぽけなクソガキに簡単に名前がバレてしまったんだぜ。もう一回言うぞ、ちっぽけなクソガキにバレたんだ。お前はバカ丸出しだ。あの世でお前が来るのを楽しみに待っててやるぞ。腐った霊が、なんだこの敗北感は。光一君、君は精神的にはその男に勝っていたぞ。何？たまげたな。まさかその傷で立ち上がってくるとはな。しかしあのまま寝ていた方が幸福だったのにな。その傷穴から向こう側の景色が見えそうだぞ。いい時計だな、うん、だがもう時間が見れないように叩き壊してやるぜ、貴様の顔面の方をな。なかなか面白そうなやつだな。君の名前とかいろいろ知りたいところだが、ここを立ち去らねばならんのだよ。あと20秒しかない。無駄話をしている暇はもうないんだ。
今の君のスタンドだが、すごくパワーが弱かったぞ。ピッチャーフライ取るみたいに簡単に受け止められた。そんなに弱ってて私のキラークイーンのパワーに勝てるとでも思っているのかね。オーラー！早い！なんだこの速さは。よく見たら、やれやれ、趣味の悪い時計だったな。だがそんなこともう気にする必要はないか。もっと趣味が悪くなるんだからな。顔面の形の方が。こいつのスタンド、時間でも止められたみたいに早すぎる。俺の腹が赤がグワーブワーッてやせ。体じゃ起きません。てめえ、ここでは石鹸で手を洗いなさい。許せない。断りなく調理場に入ってきたのは許せない。あなた、調理場は清潔でなくてはいけないのですよ。手を洗えだと。おい、ジョウスケ、腸の具合がすっきりしてよ。急に満腹感で満たされてきたぜ。え、下痢気味だった腹が治った。それは良かったですね。私はお客様に料理を楽しんでいただいて、そして快適になっていただくことが最高の喜びで最大の幸せです。あ、子犬が。デザートはプリン？け、俺は不良だよ。プリンなんてちゃんちゃらおかしくて。うまい！やっぱり天才だ！俺はあんたのような料理人のいるこの森を城に住んでいることを誇りに思うよ！喜んでもらえたようですね。あなた、手が止まってますよ。け、情けねえ。水虫が治った。またのご来店お待ちしてます。グラッツ。ごちそうさま。お前の名前はキラ・ヨシカゲだ。キラ・ヨシカゲ、それがお前の本名だ。私の免許証、いつの間に私の財布を抜き取った。このちっぽけなクソガキが。カフェで弁償したって言っただろ。その時ちょいとひらめいたんだよ。だから何なのだ。私の名前が分かったからどうだというのだ。お前はこれから消す。あいつの顔は寝ろ。親さん、そのドアの向こう側だ。逃がすかってね。な、これは。帰宅時間。こんなに。どいつだ。キラ・ヨシカゲはドイツになったんだ。キラ・ヨシカゲ、卑怯だぞ、出てこい。逃げ切りやがった。奴は怯えもしなければ隠れもしない。この森王朝から出もしない。この町で
今まで通り生活する。辻谷死亡、吉良吉影、顔も名前も住所も別人となる。死にたいのか。あいつを引き込めば、あいつを差し出せば、本当に僕の命は助けてくれるのか。ああ約束するよ。奴の養分と引き換えのギブアンドテイクだ。呼べよ、早く呼べ。だが断る。何？この岸辺露伴が最も好きなことの一つは、自分で強いと思ってる奴にノーと断ってやることだ。逃げろジョスケ。この部屋に入ったら勝ち目はない。殺されるぞ貴様。逃げろって言われてよ、この俺が逃げると思うんすか。ぶちのめしてやりますよ。どこにいるんすか、隠れている野郎よ。なんてことをするんだ東方丈介。危機を教えてやったのに、必ず僕の考えていることと逆のことをする。だからお前のことが嫌いなんだ。だからお前のことがムカつくんだよ。襲われるぞ。奴はもうお前の匂いを覚えた。やった、食い込んだぞ。ヘブンズドア。